こんにちは、木下ゆうかのゆるちゃんです。今日はじゃん、ハーゲンダッツのほうじ茶ラテです。美味しそう。なんかね、期間限定販売ですね。これハーゲンダッツの期間限定に早く食べないと。いただきます。中身はね、こんな感じ。なんか香りは別にせんな。なんかちょっとほら、色がちょっとなんていうの、マーブルみたいな感じになったので、いいですね。綺麗ですね。ほうじ茶っぽくなってるのかな。茶色ですね、ほうじ茶だから。はい、こんな感じです。おいしい。あ、私ちょっとハーゲンダッツ久しぶりに食べたかもしれん。うわ、やっぱ濃厚やわ。コクがあります。で、程よくこのほうじ茶の苦味がブレンドされとって、ブレンド程よくほうじ茶の苦味がね、合わさっとってめっちゃ美味しいです。甘みの中にはそれがあって、おー、やっぱハーゲンダッツって美味しいな。幸せです。今日コーヒー用意したけど、お茶と飲んでも美味しそうですね。これほうじ茶っていいですね。ミニカップほうじ茶ラテ、人気が高まっているほうじ茶ラテの味わいをアイスクリームで表現しました。初摘み茶葉をほうじ、上品な旨味がありながらミルクのコクもしっかりと感じられる濃厚な味わいのほうじ茶ラテアイスクリームと、抽出エキスを使ったキレのある爽やかな後味で香り高いほうじ茶ラテアイスクリームの2種類をマーブル状に組み合わせました。あ、これマーブル状はちゃんと味が違うんですね。確かになんかキレのある美味しさ。茶葉本来の香ばしさや旨味、程よいミルク感、すっきりとした後味が楽しめます。いやー、さすがハーゲンダッツ美味しいですね。でね、価格はね、消費税込み294円、発売日4月25日。結構ほんと最近です。全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートで買えます。いや、ハーゲンダッツ美味しいな。でもね、それ今ちょっと私がいろいろ喋りよったけ、ハーゲンダッツが溶けかけております。溶けかけがまた美味しいんですよ。幸せ。ハーゲンダッツね、ほうじ茶ってめっちゃ美味しいです。ハーゲンダッツ好き、あと和スイーツ好きな、和スイーツアイス好きの人はぜひ食べてみた方がいいと思います。めっちゃ美味しかったです。じゃあね、バイバーイ。